こんにちは、根本整体&ストレッチスタジオの根本です。今日は腰部脊柱管狭窄症についてお話したいと思います。よろしくお願いいたします。脊椎間狭窄症は関節性跛行といって歩行と休息を繰り返す症状です。長い距離を歩き続けて歩くことができず、足に痛みやしびれが出ます。安静にしている時はほとんど症状はありません。背筋を伸ばして立っていたり歩いたりすると太ももや膝から下にしびれや痛みが出て歩きづらくなります。脊椎間が狭くなる原因は何でしょうか？生まれつき脊柱管が狭い先天性の場合もあります。また加齢に伴う変化が加わることで脊柱管の狭窄が起こります。脊椎間狭窄症はこんな症状が多いです。症状が悪化すると歩行時に排尿排便ができなくなります。また足にしびれや痛みがありますが、腰痛は全く出ないこともあります。狭窄症でも症状にとらわれず、背骨だけでなく肋骨、骨盤、下肢など全ての関節を全て調整します。痛みの本当の原因を追求することが肝心です。脊柱管狭窄症は高齢者になるにつれ脊椎の穴が狭くなって痛みが出る方が多いです。特に反って痛くなるケースが多いので、メカニズムをしっかり理解して施術を行ってください。最後までご視聴ありがとうございました。